最高のグローバルエンジニアリングチームを作るをミッションに日々活動しております。村田祐一です。エンジニアリングマネージャーをしています。えー、Twitter と LinkedIn よろしければフォローをお願いいたします。えー、興味がありましたらこのチャンネルの方、えー、チャンネル登録していただけると、えー、嬉しいと思います。えっ、ー、と、本日なんですけれども、多重人格リーダーになろうというお話をしたいと思います。 こちら、えっ、ー、と、先ほどですね、ちょっと英語バージョンの方も収録したので、もし、えっ、ー、と、英語バージョンでお聞きになりたいっていう方は、えっ、ー、と、リンク貼り付けておきますので、また別のバージョンのビデオを見ていただければと思います。えっと、リーダーシップのスタイルっていうのは、結構個人の性格によって変わってくると思います。 私が得意とする、えー、とリーダーシップスタイルっていうのもありますし、この動画をご覧になっている、えー、とあなたの、えー、と得意なリーダーシップスタイルっていうのもあると思っていて、それぞれ違って、それぞれいいという話だと思います。えっ、ー、とですね、えっ、ー、と、最近、ある本を読んでるんですけれども、エモーショナリー・インテリジェント・リーダーっていう、えっ、ー、と、エモーショナル・インテリジェンスとリーダーシップに関わる、えー、と本を読んでたんですけれども、この本を書いている、えっ、ー、と、ダニエル・ゴールマンさんっていう方がですね、 えっと、面白い、えっと、研究をしていてその結果についいてて触れられらるんですねでその研究というのは何なのかというと、えっと、6つのリーダーシップのスタイルっていうのを分類した上でそれぞれが、えっと、チームのこう空気にどういうふうに、えっと、影響を与えるかそれからどういうような状況にこのリーダーシップスタイルがそれぞれうまくはまるかというのを、えっと、説明しているというものなんですね。 えーえー、とまず軽くですね、6つのリーダーシップスタイルについて概要を、えー、と説明させてください。えー、とまず最初、このコースブリーダーシップっていうのは、要するに、まあ、あれですね、えー、と典型的なあのボスタイプの、えー、とリーダーシップになっています。なので、基本的に、えーと、俺の言うことを聞けというタイプの、えー、とリーダーシップスタイルになります。 オーソリティティブリーダーシップっていうのは、まあ簡単に言うと率先垂範ですかね。リーダー自らが、えー、と行動をして、俺について来いっていうタイプのリーダーシップです。アフィリエイティブ、えー、リーダーシップっていうのは、基本的に調和を、えー、と最も大事にする、えー、とリーダーシップスタイルになります。なので、何事においてもあなたのことをケアするし、みんな、人間がい一番大事だよねっていうような考え方をする、えー、とリーダーシップになります。 デモクラティックリーダーシップは民主主義タイプで、まあ、簡単に言うとコンセンサスを重視するんですね。なので、みんなに意見を聞いていって、その中から結論を出しましょうということをします。ペースセッティングっていうリーダーシップは、えー、とマラソンのペースメーカーを想像していただければ良いと思います。 リーダーがものすごい速いスピードで走っていって、高いバーをセットして、このペースで頑張っていきましょうっていう、ある種、コースイブリーダーシップよりも、えっと、強い、えっと、あとかなり似たリーダーシップにはなるんですけれども、ただ、えっと、すごく威張り散らすっていうことはないんだけれども、みんなこのペースで頑張ろうぜっていう高いバーを設定してくる、まあ、簡単に言うと体育会系みたいな感じですかね、のリーダーシップになってます。 そして最後のコーチングスタイルっていうのが皆さんがえっと容易に想像するタイプのえっとコーチング型のリーダーシップですね。でなので基本的にはえっとメンバーの主体性に任せるんだけれどもこういうふうにやってみたらああいうふうにやってみたらっていうふうにいろいろな提案をすることによってそのメンバーの視点を広げてえっと行動を促すみたいなリーダーシップスタイルになります。 で、この6つのリーダーシップスタイルを、えー、と比較したときにですね、わ、えー、かっているのが、まあ、このうちの4つがです、ねえー、とチームの全体の空気の中に、えー、と良い作用をもたらすということがわかったというのが、このゴールマンさんの研究の中で、えー、と歌われているんですね。で、えー、と有効なのはオーソリティティブリーダーシップ、アフィリエイティブリーダーシップ、デモクラティックリーダーシップ、コーチングリーダーシップっていうこの4つになります。なので、まあ、皆さんの想像通りだったかなというふうに思います。 その中でですね、えー、と有効な数値みたいなのも、えー、と順位が出ていて、一番、えー、と有効だと,、えー、と言われているのがオーソリテイティブ。その次はアフィリエイティブ。それに続いてコーチング。そして最後に、えー、とデモクラティック、えー、とスタイルっていうような形になっています。 でちょっと面白いのが、この有効なスタイルの中でも、デモクラティックリーダーシップが一番有効性は低いっていうところがちょっと面白いなというふうに思うんですよねで。なんで、何事もコンセンサスで決めようみたいな話にすると、結局のところ話がまとまらないみたいなのでフラストレーションが、えー、と溜まってしまうケースもあるから、うまくいかないケースがあるんですよっていうのが説明されてたんですけど、なるほどなっていうのが分かっていて、なので何事も多数決で決めようとか、えー、とコンセンサスで決めようっていうのが必ずしもいいわけではないっていうのは、この中でも見えてくると思います。 反対にチームの空気にマイナスの作用をもたらすと言われているのは残りのコーシブリーダーシップとペースセッティングリーダーシップという形になります。特にですね、このネガティブなインパクトを与える作用というのはほぼ同じレベルになっているので基本的にコーシブリーダーシップもペースセッティングリーダーシップもあんまり良くないということですね。 ここでちょっと面白いのが、コースリーダーシップみたいにイラベリ散らしちゃうようなリーダーシップと、あくまでいわり散らさないんだけど、みんなこのバーを超えていこうぜっていう体育会系のノリをすることっていうのが、実は同じぐらいマイナスの作用をもたらすっていうのはちょっと面白いなと思いました。で、 なので、基本的にこの4つのリーダーシップスタイルがチームの空気にはいい影響を与えるっていう話なので、基本的にはこの4つのリーダーシップに依存してチームを引っ張っていきましょうっていうのが基本姿勢になると思うんですけれども、じゃあ実はこのコーシブリーダーシップとか、ペースセッティングリーダーシップっていうのが全く微妙の成物なのかというと、これはこれで誤解ですと。 ゴールマンさんが、えー、とこの研究の中で、えー、と言ってることなんですけれども、それぞれのリーダーシップには使いどころがあると。でなので、特定の状況下においてには、えー、とそれぞれ、えー、と一番、えー、と作用するリーダーシップがあるっていう話なんですね。で例えば、コースイブリーダーシップに関してでいくと、チームがとても危機的な状況になったり、もう完全に上向かうべき方向性を失ってしまっているような混乱の状態に陥っているときっていうのは、非常に有効に、えー、と働きます。 えとやっぱりそのあくまで一人のえと抜群のカリスマがですねえと方向性をバシッと出すことによってチームはえーと迷わないで進むことができるしいろんな意見が対立で出てきてしまて出てきて対立しまっているような状態でもえと権威ある人がお前はこっち行けっていう形で言うことによってチーム自体は少なくとも一つの方向を向けるっていう意味で実は有効に働くケースっていうのもあります。 それから、ペースセッティング、えー、と、リーダーシップに関してはですね、もうチームがある程度成熟していて、実力がある場合、なんである種のアスリートみたいなタイプですかね <laughs> に、に行けんな人に関してで言うと、もう高いバーを設定してくれたら、えー、と、割とそれは強烈にさ、えー、うまくいくよっていうような話なんですね。 でちょっとこの話聞いて思い出したのが、僕昔筋トレをしてた時にパーソナルトレーナーをつけてもらったことがあるんですけども、パーソナルトレーナーって追い込むのが得意なんですよね。で、まさにそれってペースセッティングリーダーシップだなと思っていて、で、なので、あの、ある種その、アスリート系、えー、というか、もう自分の中である程度自立して仕事ができて、しかも高い能力がある場合にはペースセッティング、えー、とリーダーシップを取るっていうのはいいかなと思います。 でなんですけれども、あくまでこれは特殊な状況下なので、そうでない場合には、基本的には、えっ、ー、と、オーソリティブリーダーシップ、アフィリエーティブリーダーシップ、デモクラティックリーダーシップ、コーチングリーダーシップを、えー、と発揮するような形でチームを率いていった方が、チームの全体の空気としては、えっ、ー、と、良い形になるんじゃないかなというふうに思います。 でさらにですね、えー、と皆さんがこの、えー、とリーダーシップを、えー、と選んでいく中で、まあ、最も正確に合うものを選んで伸ばしていくといいと思うんですけれども、それだけではなくて、えー、と複数のリーダーシップスタイルを学んで切り替えていくことが有用だということをゴールマンさんは述べています。なので、皆さんが自分のリーダーシップスタイルを、えー、と振り返ったときに、おそらくこの中のどれかに当てはまると思うんですね。 そしたら意図的に、えーと、それと似てるものとか、あるいはあえて真逆のものとかっていうのを少し意識して伸ばして、状況によってはそのリーダーシップを使う,使うみたいなやり方をすると、いろいろ全く違う状況においても効果的なリーダーシップを発揮できるようになると思うので、ぜひ学んでみると良いかなと思います。 またですね、もしあなたが次世代のリーダーを育てるっていうようなポジションにいる場合には、こうした分類があることによって、どういうふうにその人のリーダーシップを伸ばしていくかっていう指導にも役に立つと思うんですね。まず最初はその人の性格に合ったリーダーシップスタイルを伸ばしていく。 でその中で、えー、とどういうような、えー、と振る舞いをすればより効果的なリーダーシップが取れるのかっていうのを説明していけばその、えー、と次世代のリーダーも効果的にリーダーシップ能力を磨いていくことができると思いますしまた、えーとですね、ちょっと違ったスタイルのリーダーシップを、えー、と開拓するっていう意味でもこういうカテゴリーをベースに説明をしてあげると皆、えー 有効にリーダーシップのレシピを増やしていけるんじゃないかなというふうに思いました。えっ、ー、と、ここまでお聞きいただきましてありがとうございます。えっ、ー、と、本日は以上になります。このトピックが皆さんの、えー、とチーム作りの参考になればと,、えー、と思います。はい、えっ、ー、と、以上になります。えっ、ー、と、よろしければぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた。